です。お金、500円。金金金。キスして恥ずかしくないのか。ぶつかった。よいしょ、火事になった。えいやで。大変前でしょ。ぶつかったけど、思いっきり。思いっきりぶつかりに行ったけどね、今ね。チューチューチュー。なんかちょっとさ、この後ろの弓の女の子に、はやぶさ斬りだけ覚えさせたいな。ねえ、アイアンソード買ってさ、はやぶさ斬りだけ覚えさせたい、そういう気持ちがある。よいしょ。トランプマンって時点で筋肉マンです。ただそうなると、あれか、はやぶさの、はやキャンを全力でするってことだからあんまり良くないのかな。てかめっちゃ強そうなんだけどこれ。大丈夫？これめっちゃ強そうじゃない？よいしょ、マジカルツノパー。大丈夫かな？めっちゃ強そうなんだけど。あ、大丈夫だ。全然平気。こちらやばいの？この敵倒すのなんか好きだった？ゆっくりこれ消せるね。あ、そっか。脳みそみたい。うわー、すごい。あ、1111111。なるほど、ザワールド。チュ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 。1111111111。でも残り1で来てるやつにはやばいんじゃないかな。緑色がやばいんだ。なるほど、強くない。耐えるか。お気に入り登録ありがとうございます。さあどんどん行こう。見えないけど避けた。必殺秘技、見えない避け。よいしょ、ディオチューチュルルルルルル。よいしょ、チューチュルル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 。チューチュルルルルルル。白猫とかやってたらなんかすごい若い人とか来そうで大変だな。うち答えさせてくれない。うちおっさんしか受け付けないみたいな感じになってるからな。チュッチュッチュッチュルル。なんかあの一線を超えたコメントがすごい多そう。うち一線超えたコメントするとすぐ NG 入れるから、心が狭いから。コメゲンとかについても聞いていいですか？あ、どうぞどうぞ。わかる範囲でよければ。でもね、私本当に多分参考にならないと思うよ。お金も持ちきれません。あ、9600になった。あ、もう金がないね。え、心地いい。もうおっさんホイホイでガキンチョバイバイだから。あ、でもね、若い子でもね、すごいなんだろう、頭のいい子とか、TP をわきまえれる子とかは全然残ってるんだけど。金金金金。騎士として恥ずかしくないのか。わあ、若い。多分ね、18ってなると、うちね、枠の平均がね、多分34歳ぐらいです。全く参考にならないと思います。戻るという選択肢、いや戻んないかな。今お金より先に進みたいから。チャイちゃん17歳。そっか、年上だった。うちね、かなり変わってるし、男の天主さんだったら多分男の天主さんに聞いた方がいいんじゃないかな。はい、うがやさん答えになります。多分男の天主さんだって男の天主さんに聞いた方がいいんじゃないかな。よいしょ。よし、よいしょ。ほら、かかりちょ。こっちか。あー、まあね、わかるよ。私はリアトムさんがその生主だったから全部その人に聞いたし。おいしい。じゃじゃん。たまにはこういう話してもいいよね、みんな。よいしょ。聞きたくない。あまりニコ生の裏聞きたくない。出れかな。いいか、いい、ありがとう。よいしょ、よし、おいおい。あ、じゃあ大丈夫です。どうぞどうぞ。分かる範囲で、さらに参考になるかどうか分かんない答えだけど。
それでよければチュチュルル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 ルサーチの指示が何でも知るから意味深。今何でもって言ったよね。よいしょ、めったにコメントしないからほんとゲーム好きなのね。うん、好き。よいしょ、2388個目さんいらっしゃい。チューチューチュー、うんうんうん、いや、優しくないよ。あのね、あの普段あれでしょ、みんなさ普段超不良で悪でさ、あの問題児がさ、あの雨降ってる時にさ子猫に傘さしてさ牛乳あげてたり、それで惚れるでしょ。よいしょ、惚れるでしょ、それでそういう効果だよ、そういう効果。そういう効果だよ、そうそうそう、そこだよ、そこ。普段は全然優しくないけど、たまに優しくしたらまるで優しいみたいな、根はいい人みたいな、そういう、そういうね、そういう効果を狙ってますから騙されてやんの。ランキングの上の放送しかほとんど表示されなくて、ほうほうほう、チュッ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 、ウヒー、不良にゃんにゃん効果だよ、不良にゃんにゃん効果。さあどんどん進もう。よっ、ギブでしょ。子猫子犬に牛乳当たると腹下します。あ、マジでそらあかんな。どんどん米券かと思ったら板生のせいと違うって分かって、うんうん、よいしょ。ランキングはね、そうですね、コミュ限かどうか関係ないですもんね。本命です。本物のうとうを取ると本物です。っていう風潮ねそういうやつが来て本当に優しいやつっていう風潮、風潮。なんか家庭に問題があってグレざるを得ないみたいな風潮。本当だ、本当でしょ。一個勉強になったでしょ。本物コミュ限にして盛り上がらないと人来ないかなって。コミュ限だとね、逆に人来ないっすよコミュゲンだと人来ないっすよ。あのコミュゲンじゃないとめちゃめちゃ人来るけど、コミュゲンにしてると人来ないっす。チュルル、逆逆、よいしょよいしょ、ほうよよ。コミュゲンにしてるとね、あのね、あれ知ってるかな、ちくわちゃんランキングっていうのがあって、そこに乗らなくなるから、コミュ限にしてるといろんな人の目に触れなくなります。だから、あの人を来させたい、来場人数を増やしたいっていうんだったらコミュ限にしちゃダメ。キュンキュンキュン、あれしはこっそりしたいからコミュ限にしてる感じですね。よいしょ、ほよ。ただまあ、あの新しい人も入ってほしいから、よいしょ、盛り上がってきたらコミュ限悪くない。あ、もちろん悪くないけど悪くないけど、でもやっぱ敷居高いのかな。ヒュン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 、敷居高いのかなと。でもコミュ、単純にコミュ人数を増やすだけだったらコミュ限でいいのかもしれない。いや、難しいな。1000人ぐらいだったらコミュ限はまだ早いのか。え、どうだろう、なんでカタカナなんですかね よし、もう人、あ、お金か。あ、ダメだ、ここ全部お金かな。いろいろやってみたら、そう、人によるんじゃないかな。うちとかコミュ、そうだな、でも多分コミュ限にしない方が人は集まるし、その人を覚えてんで、たまにコミュ限にした方がいいと思う。あのね、あの1週間に1回だけコミュ限とかさ、あとなんか、あと1週間に1回だけコミュ限だったらコミュ人数増やしたいためだろこれやろみたいな人がいるから、例えばいつもと違うこと、例えば雑談枠をするときだけコミュ限にするとか、そういうのがいいのかもしれない。わかんないけど、ここ全部お金かな、
全部お金かな。だとしたら一体どこに行けばいいのかわからないぞ、これ。一体どこに行けばいいかわかんないぞ。よっ。人が多いとこでのコミゲンって気になる。まあ、そうなんだ。らしいよ。人が多いとこのコミゲンは気になるって。よいしょ。1週間に1回ぐらいだけコミゲンっていうのが多分一番いいと思うな。食べるんだけど、例えば、あー例えばじゃないな、うん、多分それが一番いいね。基本的にリスナーは手間を嫌うから、小さいコミでのコミではまず見向きもされないね。うん、そんな感じ。初見、お互い真の DLS として俺と勝負してほしい。ずっと俺のターンでー、ずっと俺のターン。2429コミさんいらっしゃい。私デュエリストじゃなくてね、ギャザリストなんで、すいません。全部お金、お金、うん、金だよ、金金金金金として恥ずかしくないのか。これどこだっけ。あ、こっか。これどこ行きゃいいんだね。身内だけのコメ楽しい。私も楽しいから身内だけのコメで言ってるかな。よいしょよいしょ。ほう、ちょっと待って。土がやばいんだっけ。土がやばいんだよね。土どれだ。これ火、あ、これだ。土、土、土を攻撃しよう。ほい、クラウマさん。あと円柱とかシルツ系ゴルチ系があるんですか。そうですね、有料でお金払えばもちろんあります。あとはレベルが上がれば、レベル、コミュニティのレベルがあれば無料でできたりもしますね。ということで、ハイパー演説タイム、ハイパー演説タイムです。18の少ないもんな、ここ。うん、うち、あ、そっか、まずうちがどういうとこか話した方がいいのかな。あつし、トランプマンさん、ミキルくん、サルビアさん、黒塗り係長さん、2145個目さん、キリシロさん、演説ありがとうございます。はい、クマホタルさん、演説ありがとうございます。ね、まずうち、他のニコ生と違うところが、まず人と絡みません。他の生主さんと絡みません。一切絡みません。コラボしません、企画しません、大会しません。別にそうしてるわ、そうしようと思ってしてるわけじゃなくて、友達がいません。友達がいません。やりすぎさん、うんさん、ありがとうございます。はい、友達がいません。はい、2つ目、トランプマンさん言ってるけど、コメントしてる 7,8 割のリスナーさんが実際オフ会で会ったことあります。うち2ヶ月に1回ね、オフ会、2ヶ月に1回オフ会をしまして、で、リスナーさん、北は北海道、南は九州までね、わざわざ遠征して遊びに来てくれてますので、オフ会、オフ会、実際にオフ会に会ってるので、かなり身内ネタが多いです。まあもちろん会ってないリスナーさんとかもいるんだけど、いて、それで仲いい人とかもいるけど、まあそういう人も結局最終的にオフ会に来る人がほとんどです。あとは3つ目、私はニコ生に全く詳しくありません。ニコ生のリスナーをやってません。ニコ生の事情が分かんないんで、他のニコ生の生主さんとかニコ生の話題とか一切禁止になってます。なので、なんかそこもかなり違うかな。他の、よいしょ、お前だよ、オフ会来ないやつ。お前だよ、そこもあるかな。だから184も少ないし、なんか変な人もあんまり来ないみたいな感じかな。あと一応チームでやってます。まあほとんど私がやってるんですけど、ナメラ運営チームみたいなのがあって、オフ会の方はね、トランプマンさん、ニーコちゃん、ラツイさん、ユウセイくん、これと私のこの5人で、運営してるので、まあ私だけの力じゃないっていうのもあるから、あ、全然だから、変わりすぎてて多分参考にならないと思いますっていう話。そうそう、変なコメすると一定期間黒塗りするし、私すぐ NG にするし、すぐコミ追放します。私の気分次第で全部なっちゃうから、つっても、まあちゃんと変な人だけ追い返すだけだけどね。一線超えた人はみんな
なんかリアルで会うことを前提にしてるんで、一線越えた人をみんな、なんだろう、追放しちゃうから、うん、よくないんだよね。ね、生き残ってるね、係長。えよっ、よいしょ。そいつ追放したのほとんどないでしょ。まあ、あんまりしないよ。よいしょ、あんまりしない。よいしょ。一線越える人いるでしょ。リアルにさ、会ってさ、例えばさ、例えばだよ。リアルに会って、初見、整形してますかとか言わないじゃん、普通。生き残ったリアルで会える。いや、全然何回も。2ヶ月に1回目。次、5月、6月の20、67だっけ ?78 だっけが、オフ会になります。2471個目さ。いきなりさ、目の前って、あなた整形してますかみたいな感じで聞いてくるやつって友達になれる。多分なれないでしょ。だからそういうのはバンバン NG に入れていくか、まあ基本スルーしてしつこかったらバンバン NG に入れていくみたいな感じなんで、結構強気かな、他の米の女の子とかに比べたら。6月27、28ですね。次はオフ会。そうそうそう、うん、じゃーん、じゃじゃーん、じゅー、常識話するやつは基本誰も相手にしない。うん、でもね、多分コミュニティ伸ばしたかったらそういうコメントもアクティブの一つになるから、置いといた方がいいんだろうね、伸ばしたいんだったら。伸ばしたいんだったら。このままトランマーさんどっちだっけ。でも私は自分が楽しむことを第一に考えてるんで、そういう人は全部 NG に入れちゃいました。 OK、 ありがとうね。置いといて放送するのもありだけど、私そういうの嫌だし、でもそういうの流れてるの嫌だって思うリスナーさんがほとんどだから、うちは追放しちゃってるかな。ねえ、めんどくさいねえ。よいしょ、さばいたり受け流したりとか。お、いい感じ。よっしゃ。するのが多分一番いいとは思うんですけど。まあ私はそんなのしない。そんなのはしない。これかな？これか？まさか。これが秘宝か。お、うん、素直。うん、私自分が楽しみたいので。あとみんなも楽しんでほしい。みんなっていうのは、コミュニティに来た全員じゃなくて、私のことを好きで来てくれてる人から。うん、私のことを好きで聞いてくれて、私のことをちゃんと考えてくれてる人には楽しんでほしい。それ以外の人は死ね、全員死ね。それ以外のやつ全員死ね。はい、よし、ちょっきゅ、わかりやすいでしょ。好きやで、慈悲はない。はい、だから全く参考にならないと思います。もっとなんか優しい優しい感じの男の山主さんとかに聞いた方がいいんじゃないかな。男の子だったら特に。うん、お金だ、お金だ。はい、よし。ニコニコのシステムについてとかだったらもちろん答えれるけどね。なんか延長がどうとかそういうのだったら、うち宗教です、うち宗教だよね。お前ら、うちちゃん、俺のことちゃんとあがめてるよね。よいしょ、一神教だよね。いや、私優しくないよ。よいしょ、さあ、紙の説明に書いてる。Exactly。チュルチュルチュルルルルル。さあ、ガラパゴス多国放送だからね。まあ、そこ答えとします。チュチュルルルルルル。チュ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 。じゃんじゃん。こうやってね、言ってもネタでちゃんとみんな返してくれるから。いいでしょ。うちのリスナーさん優しいんだよ。いいでしょー。厳選した結果。じゃん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 。チュンチュンチュン。ルルルル。
る鍵かかんないんだよな。ここへんは、うん、チュッ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 チュルル、天使だからね、仕方ないね。あー、開けても開けてもお金ばっかりで困る。開けても開けてもお金ばっかりで困る。土が危ないって聞いてるからずっと土攻撃してるけど。さっき桐城さんが誤解そうって言ってたから、んー、しばらく宝箱は無視していった方がいいのかな。ファンダン、私はお帰っていかなるものも経験ないんですか。どんなものですか、どんなもの。え、楽しいお買いはね、あのね、慣れてないとやめといた方がいいと思う慣れてないとね、やめといた方がいい。あの、不測の事態がいろいろ起こりすぎる、起こりえすぎるから、あんまりやめといた方がいいかも。あの、いろんなとこのオフ会に参加し、主催するならいろんなとこにオフ会にセーブして開ける。あー、それか。あの、いろんなオフ会に行って、どんなものか、どういうことに気をつけなきゃいけないかっていうのを見てから主催した方がいいかな。多分ね、特に18歳だったらまだちょっと責任取れる年じゃないから、やめといた方がいいかな。参加とかだったら全然いいと思うんだけどね。うん、ゲームのオフ会やったけど楽しかった、楽しかったらしいよ。係長、次のオフ会来るんでしょ係長、次のオフ会来るんでしょ。全身つくだにで全身黒塗りで来るんでしょこれね。次6月27、28だよ具体的に何するんですか。そん時によるけど、次が1日目、2日連続でやるんですけどね。予約してきますね、運営なんか1日目が人狼をやって昼に、でその後飲み会で、2日目が、まあ、カラオケしながら飲み会みたいな感じです。あ、ほんとー、やったーやったー。28が私主催じゃなくてニコバーさん主催で、私あのゲストとして呼ばれてるだけなんで、あのチケット制になっちゃいますね。あ、モッサンいらっしゃい、よいしょ。どこでやる。新宿、いつも新宿、うちはいつも新宿。私1529個目さんいらっしゃい、楽しみだな。おダメだー、うん、そうだよ。28日。こっちが主催じゃなくて、ニコバーさんが主催するから、それでなんかネットでチケット制みたいな、前にツイッターでつぶやいたんだけど。よいしょ。お、やった !Thank you! 部活の打ち上げ的な感じの集まり。かなぁ。まあまあ、仲いい人らで集まって喋るみたいな感じ。他の生主さん、多分ね、ゆかにゃんも来る、ゆかにゃんも2日とも来るって言ってた。うち2ヶ月に1回ぐらい、いや、3ヶ月やんないとかもあるけどうち大体2ヶ月に1回ぐらいかな。お二人がはくつき、チュッチュルルルチュッチュルルルルチュッチュル。でも今回募集人数、前回100人オフだったけど、今回50人50人だから、うん、よいしょ。チャリンコできる、おお、じゃあおいでよ。50人、今回は50人50人だから、多分そんなに人来れないと思うんだよな。よいしょ。ゆか、なんかゆかにゃんリスナーさんはちょっと来れんのかなーみたいな、空きあるのかなーみたいな。よいしょ。おう、詳細、うん、一応でしょ。これダメだよね、トランプマンさん、これダメだよねこれダメだよね。よいしょ。ね、出口だよね、ここの下だよね。降りれるかなこれ。ヒュー、あ、降りれない。ニコ生関係はやんないしね。ゲームはやるよ、あの人狼がゲームだから。よいしょよいしょ。うん、成人してからじゃないといろいろ難しいんじゃないかな。お仕事行ってらっしゃい。
そっか、でもさ、大手さんとこ行ってもそういうこと聞いても多分あんま答えてくれないよね。うん、お酒飲めないのきついよね。大手さんの生主さんとこ行ってもそういう話聞いても多分教えてくれないもんね。まず仲良くなってからって感じだもんね。そうだよな。あ、まだ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 詳細まだ待って、明日中にあげるから待って。じゃあ私優しいんじゃなくて、優しいんじゃなくて、これなんて言うんだろう。プラス4さんいらっしゃい。チューチュー、何の話？三浦さんいらっしゃい。よいしょ。エロトーク禁止ですか？殺す。チューチューチュー、面倒見がいい。かわいい。あ、じゃあそれで。マキさんいらっしゃい。チューチャーチャーン。あ、お前か。中身はウィンチュー、はい、黒塗りかかり中です。ここの下に行きたいんだよね。こっからかな。こっからだよね、多分ね。こっからだ。透けてる。スケスケだ。スケ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 マン。やばいやばいやばい。うわー、あ、ダメだ。よし、見え。エッチ。あ、これまた一眼感強くなっちゃったんじゃないの、もしかして。やばい。スケスケ。私は雑談好きだからかな。あとうちはね、リスナーさんの発言がかなり強いんだよね。あ、もちろん私の発言が一番強いんだけど。よいしょ。あ、見た？マジで？じゃあまだ大丈夫か。一段階強くなったと思った。なんか一人一人割といじるみたいな。ね、うち声かなり濃いんだよ。そう、濃い濃い。よいしょ。ルルルルルル。よいしょ。なんでカタカナだ。濃すぎ。一人一人リスナーがリスナーを把握しているって感じ。うん、下手にコメントさらされてる。よいしょ。トランプマンファンが多いメスなんだよね。よいしょ、お前もな。チュチュルチュルル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 。ちなみにね、あのね、ここ二人本名だからね。ここ二人本名。本名フルネームだからね。よいしょ。